四輪になったらもしかしたら僕はまだ輝ける場所があるかもしれないと思って、こう完成タイプですかね、リズメタイプっていうよりはあのこう感覚で行く方のタイプに見えますよ。優勝目標にして今回レースに出てます。埼玉県出身、弱冠19歳のレーシングドライバー三井祐介。今年の3月に高校卒業したばかりの若者である。三井は幼少期から根っからの車好き。見るだけでは物足りず、自ら運転したいと8歳からカートを始める。幼少期からその非凡な才能が発揮され、各地のサーキットにて優勝を飾り、カート界では有名な存在となる。18歳になるとフォーミュラクラスにステップアップ。そして昨年、レーシングドライバーを目指して日本中の若者が応募する鈴鹿レーシングスクールのフォーミュラアドバンスに合格。スクール受講者10名から6名が選抜されるスカラシップ第一次選考会も合格。現在、ホンダのスカラシップ候補生として最終選考に向けて活動中である。そんな三井は JAF F4 第7戦モテギラウンドにスポット参戦することになった。そうですね、もともと僕カート、まあ、トータルで10年間やってたんですけど、でカートの時に結果出なくて、まあ、このまま僕はそのプロレーサーなれないでカートで終わってしまうんだなと自分の中で思ってて、ただその17歳の時にちょっとフォーミュラに乗る機会がありまして、で試しに乗ってみたら、あれなんかフォーミュラは速く走れるぞってなって、じゃあ試しにその SRS のフォーミュラアドバンスがあるのでそれで受けたら無事そこで通って、あ、まだフォーミュラだったらもしかしたら僕はまだ輝ける場所があるかもしれないと思って、そこでようやく17歳とかにして初めてプロレーサーになれるかもしれないって思い始めて、もう一回這い上がってやるぞって気持ちで今ここまで来ました。まあ SRS のスカラシップ候補生に選ばれたというところで、まあ自分に自信を持ってどこまで自分が今通用するのか、優勝目標にして今回レースに出てます。30分2本、20分1本の練習走行枠がスタート。しかしこの日の目的は雨。9月上旬としては気温もかなり低い練習走行日となった。あいにくのコンディションの中でも三井は積極的に走り込む。1本目の練習走行が終了。使い古したレインタイヤでは思うようにグリップを発揮させることができず、タイムは伸び悩んだ。走行2本目はウェットからドライへ変化する難しいコンディションの中、スリックタイヤにてスタート。3本目の専用走行枠ではトップタイムを記録。予選へ向けて十分な手応えを感じた練習走行となった。マシンのフィーリングを掴むことができて、で路面がハーフウェットだったんですけど、まあ、自分の中で精一杯アタックすることができて、まあ、ちゃんと一周まとめられたかなと思います。まあ、結構本当にグリップもしなくて、アクセル踏むとすぐリアが流れるっていう状況だったんですけど、でもその僕はハーフウェットが得意 でそのこういう路面が好きで走れるのでずっと楽しんで走ることができました。こう完成タイプですかね、リズメタイプっていうよりはあのこう感覚で行く方のタイプに見えますね。
その感覚で行っちゃうタイプであってもある程度その頭で考えてやるようにできればさらに速くなると思います。そうですね、まあ、結構もうドライバー的にはそこそこ完成されてるとは思うんですけど、やっぱりちょっとあのまだこう車を振り回す癖がどうしてもある、まあ、若いからしょうがないっていう面もあるかもしれませんけど、その辺はもうちょっと直せば、まあ、さっき言ったようにさらに速くなるんじゃないですかね。とりあえず予選で、まあ、もちろんポール取ってでそれでまあ安定して決勝無理なく逃げれればいいなと思います。よろしくお願いします。はい、はい、お20分の予選がスタート。じっくりとタイヤに熱を入れて予選アタックに入るについて。15台が出走している中、クリアを取れる位置を見極めてアタック。予選開始から10分経過。ここで三井はトップタイムの1分56秒162を記録。2番手とのタイム差はコンマ1秒。残り5分、このタイミングで三井はトップタイムを更新され、トップは1分55秒954。残り5分でトップを奪還できるのか。予選終了。三井は3番手。タイムは1分56秒162。1番手とのタイム差は 0.208 秒差。僅差での争いであった。いやーちょっとトップを狙えたんですけどダメでした。3位でした。その最初エンジンかかったんですけど、何かの拍子でイグニッションをオフにしたって、それで一回エンジン止まって、あれおかしいなと思って、それで何回回しても回んないなと思って、そのイグニッション気づかなくて、で最後最後にイグニッションをオフになってると思ってて、でオンにして出たんですけど、やっぱりあの前に車が溜まってたんで、ゆっくり出てクリア取っていこうと思ったんですけど、最初は確かにクリア取れてたんですけど、後半やっぱり前に引っかかって、でもうちょっとタイム伸ばしたいところでタイム伸びなくてっていうところですね。決勝に向けて走行データを見直す三井、最後の最後までマシンのセットアップに時間をかける。
決勝フォーメーションラップがスタート。ポールポジションの47号車はマシントラブルでスタート前にリタイアが確定。これによって三井は実質2番手からのスタートとなった。ハンマーレーシングとしてはワンツー体制でのスタート。トップを走る師匠であるハンマー伊沢に食らいつけるかどうかの勝負となった。フォーメーションラップではじっくりとタイヤに熱を入れる。ここでのタイヤの熱の入れ方がスタートからの1周目にかかっている。そしてグリッドへ。スタート。動き出しはよく、スタートはうまく決まって1コーナーへ飛び込んでいく。スタートからの順位に変動はなく、1周目は3番手のプッシュを受けながらの戦いとなった。バックストレッチでは後方車両を警戒してイン側のラインを巧みに抑え込んでいく。一周目は順位変わらず、三井は2番手。後ろを抑えながらの走行により、トップを走るハンマー伊沢選手からは少し離される展開となった。タイヤが温まり、徐々にペースの上がってきた三井、後ろとの間隔を少しずつ離していく。3周目のストレートではまだトップのハンマー伊沢選手からは少し離されている状況。それでもペースの上がった三井は前との差を詰めていく。ハンマー伊沢選手もペースアップして三井を離していく。トップ4台のタイムはほぼ同じ。間隔はつかず離れずの展開が続く。12周レースも後半戦に入った7周目。トップ4台の順位に変動はなく、僅差での戦いが繰り広げられている。トップ4台はそれぞれのベストラップを更新しながらの戦いとなり、かなりハイレベルなレースが展開された。その中でもハンマーレーシングの2台は少しずつ抜き出てきた。三井は前を走るハンマー伊沢選手に食らいついて差を縮めようと、毎周最大限のプッシュを続けた。そして8周目、三井に予期せぬトラブルが発生した。
メインストレートエンドでフロントに違和感を感じながらも、なんとか 1,2 コーナーを抜けた三井。3コーナーで完全に曲がれない状態になってしまう。そのままグラベル。どうすることもできなく、三井は無念のリタイア。後ろとの差を少しずつ離し、前を走るハンマー伊沢選手との差を縮めようとしていた矢先でのトラブル。残りの周回をコーナーサイドから見守ることになってしまった三井は、自分ではどうしようもないながらも悔しい気持ちでいっぱいだった。このレースの優勝はハンマーレーシング代表ハンマー伊沢選手。トラブルがなければ三井もこの表彰台に上がれるはずだった。戻ってきたマシンを見ながらトラブルの原因を探る。優勝したハンマー伊沢選手もすぐに駆けつけて状況を確認。その週のストレートで急に衝撃があって、で右フロントが浮いちゃってる状態 でブレーキ効かなくて、まあ、なんとか 1,2 コーナー曲がりきれたんですけど、で 3,4 コーナーでブレーキ踏んだ途端もうブレーキも効かなくて、でハンドヒート曲がらなくて、でそのままオーバーランして止まることになりました。ちょっとその帰ってきた時見たら右フロントのホイールが割れてたんですけど、まあ、何かが引っかかったか、まあ、それか何どこかが壊れて、その衝撃で右フロントも壊れたっていう形だと思う。ちょっとそこはまだ原因わかんないんですけど、そうですね、まあマシントラブルとしか片付けられない。12月の日本一決定戦、はい、F4 日本一決定戦、トラブルも見つけて、まあ、とりあえずその戦える、上位で戦えることが分かったので、まあ、そこは自信を持って、いろいろ12月に向けて調整できたらいいなと思います。ありがとうございました。レースは悔しい結果ながらも、スポンサーや関係するスタッフへのお礼を忘れない三井。若干19歳ながらも、長年のレース経験から周りへの感謝をいつも大事にしている。ネジ君、お疲れ様でした。ありがとうございました。アームの下のネジの部分が取れて、でそれがホイールに干渉してホイールが割れてタイヤがパンクしたって、日々練習してそういうトラブルを防いで次レースに臨みたいな。そうです。でもちょっと本当頑張っていきましょう。三井の JAF F4 茂木ラウンドの戦いは終わった。お疲れ様でした。ホンダのスカラシップ獲得に向けてあと2ヶ月、今大会の経験が間違いなく生きていくことだろう。